どうも、バンです。昨日はですね、この自作ラジコン飛行機3号機が琵琶湖に墜落してしまいました。で、早速ね、もう修理してきて、今日はその、修理がちゃんとできているかどうかの確認のフライトを行っていこうと思います。天気の方はですね、梅雨なんですけれども、珍しく晴れてますね。ただ、地平線付近は曇ってます。風はですね、若干じゃないな、ちょっと吹いてますね。風速2メートルぐらいだと思います。山風です。それでは準備していきます。ちょっとね、風が吹いてきて極めてね、危なっかしいですね。で、しかもこの3号機は各号機の中で一番ね、こう風に弱いんですね。フラ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 飛んでしまいました。ただちゃんとね、飛ぶのは飛びます。で、ただ設計もね、やっぱりむちゃくちゃな設計してるんで、こうね、むにゃ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 飛ぶんでしまうかもしれないですね。あとちょっと考えられるのは、いつもと違って3セルのバッテリーをね、積んでるんですよ。昨日もそうでした。で、ちょっとパワーが強すぎて、これね、ちょっとプロペラが、空をこう切りすぎてる、なんかそんな感じもね、するんですよね。ちょっといっぺん2セルで、もう一回試してみようと思います。なんだかよくわからない飛び方をするんですよ、この3号機っていうのは。ちょっと不思議な飛び方なんですよね。調子よく飛んでないんですよ。でも飛ぶんですよ。どういうことだこれは。帰ってビデオを見て分析しようと思います。本日以上です。ではでは。